うっす、くんです。ということでやっていきましょう。人狼ジャッジメント。今回は黒猫です。市民に人狼に占い一連の1カレと1パン1、共振者1、猫までしのらい黒猫1ということで、どう動こうかなぁ。占い行ってロラ持ち込むのもありかな。うん。どうしよう。占い行ってロラ持ち込むのもありだし、猫猫にするのもありだし、人狼の動き次第だなぁ。でもさ、共振とさ、占い師先に釣っちゃえばさ、すげえことになるよな、占いロラで。占いロラしたら勝ちじゃん。占い出ましょう。占い出たら勝ちます。適当に白出しまーす。余計なムーブやめてくださいね。そう、最近レイクロ多いんすよ。すごい。カミングアウト。おお。カミングアウト。サンドラ、スーザンシロ、エマ、ソフィアシロ。対抗狼か黒猫か不明。不明だけど、グレーに行って黒猫らしいところが出たら占いに手を。猫猫になったら微妙なんだよね。これすげえな。これすげえな。あー、スーザン黒猫。スーザン嵐なのか黒猫なのかって感じか。グレー詰めする要素がないんだよな、別に。対抗黒切れないので、グレー詰め反対。例えば、猫になった時に、道連れ発生、どうするの?という。メアリーの視点、意味不明じゃね?スーザン、黒猫を切る理由は何?さらに言うと、釣ろうとしてるんだよね。メアリー目線のスーザンは何で見て釣ろうとしてるの?メアリー、明確な黒要素出たので、メアリー、釣り希望です。スーザンを何で見て釣ろうとしてるのか不明。
アンナもスーさん黒猫で見てるならなぜ占い釣り寄さない。思考がおかしい。ロディの方が思考はだと、スーザン釣りして、道連れあり占いに黒確定だから、進行楽になる。一日に二人釣ることってできる？マジですか。延長希望。延長希望。スーさんは初手荒らしてるから、白要素も黒要素もないよ。黒猫アピールにしか見えないログ。それだね、ノイズ。ソフィアはスーザンの色や役見えてるの？ギャ連呼が起点作りってどういう思考？ソフィアの世界観だとギャ連呼が起点作りらしい。ソフィア、私占いだから新キリってエマかサンドラだけど内訳家って話。カミングアウト。無駄すかし。占い、黒猫目、エマ、黒目、サンドラだから、サンドラつって、色見ろ。エマは、対抗、黒、推理が遅かった。サンドラは、内訳が見えているかの、ような推理。サンドラ釣りで1分前。サンドラは対抗黒猫ってロックしてる根拠何？サンドラ目線、対抗黒懸念あって占いロラむしろ迎合するはずだけど。さあどこ行くか。10秒前。今日思いっきり狩人噛まれるだろうな。噛み放題イベントだな。さあどこに白黒出すか。
スーザン、お疲れ、落ちるわ、パン屋。いいねいいね、気合入ってるね。やっぱ平日3時ぐらい気合入ってる。ソフィアに黒出すか。ソフィア実際どうなんだろうな。黒つっちゃいそうな気がしなくもない。利敵か、ソフィアの黒は。いや大丈夫でしょ、出しましょう。大丈夫大丈夫、この感じ大丈夫だから。なんか拗ねてる、スーザン。おー、黒たくさん出たね。うん。え、バニラ釣り希望。あ、新猫さん。カミングアウト。サンドラ・エマの内訳。うん、ソフィア釣りこれ、うん、飲めるよね、エマ。猫、猫、内訳、黒猫で見てる。黒平気で打てる占いだから対抗黒で見てる。ソフィア、バニラつって道連れあり。エマ精査してからなら。そもそも占い黒だったらバニラフェイの内訳黒猫猫だから終わる。猫に手をつけるの飲めない。むしろ猫股の内訳猫猫で見てる。ソフィア、バニラ黒もあるし、黒猫もあるし、シンもある。でも、あなた、黒しかない。エマソフィア黒、バニラフェイ黒猫猫と予想。フェイ猫対抗ってくらりないからね、ワロス。
アンナは白や。まあそうやろ。フェイバニラしかないのわかる。1分前。対抗黒猫って見ないのか。黒猫でもよくないって言ってんのか。まあそうなんだけど。フェイ黒猫なら利敵でバニラ盤面終えてないね。カミングアウト。クリスはどうしたん？クリス消え失せたな。あ、クリスもなんかもう、あ、呆れちゃった。1分前。30秒前。フェイから連れて三つ連れあった場合のケア。10秒前。どこだろうなこれ本当の黒位置。わけわからんな。これどっちが真なの。エマもサンドラも別にどっちが真でもおかしくなさそうだけど、バニラの方がちょっと黒いよね。フェイよりは。だからフェイ遅かったんだよね、ちょっと。ちょっと義の匂いも。地連れ村、バニラどうなんだろうな。10秒前。あー、ソフィア釣ろう。つか、バニラ釣る。
30秒前。うん。なんだろうな、どこだろうな。10秒前。実際黒どこだ？フェイが黒なのか、ソフィア黒なら。多分。さあ、どうなった？あー、そっちか。さあ、どうする？まあ、でも、今シーンが確定したぞ。で、あとサンドラと俺に縄寄せれば勝てんじゃね。で、これでエマ噛むでしょ。まあ、メアリー黒とかじゃないかなーと思うけど。クリストがこれもう、なんか半分これ、あれだよね。メタだよね、これ。これで村目取るみたいなことすんの。俺やばいよね、これ。ひどい話だよな。え？は？え？え、何考えてん？え、何考えてんのこれ。え？え、これクリス黒じゃねこれ。やる気失ったとか言ってるバカ狼じゃねこれ。それ以外ありえなくない？こんな髪するの。え、普通エマ髪でしょ。嘘だろ。嘘でしょ。これ、絵馬紙しなかったのアホすぎん。絵馬、黒猫の誤爆で、ソフィア黒だよ。え、もうこれ無理だろ、これ。じゃないと、サンドラ髪とかしないだろ。というか、ソフィア釣り、飲めるやろ、エマ目線。覚醒あってもソフィアの主張通らんよ。メアリー仮に黒で、クリスで覚醒しようと、っていうか、これアホじゃね？俺にさ縄寄せれたじゃん。え、なんいやもうそれ無理だって。その髪の髪で逆をつくやつ、結果隠せばさサンドラと俺のロラ入ったかもしれないんだぞ。っていうか、なんでエマ噛まなかったんだろうね。なんでエマ噛まなかった？こんなん無理やろ。おい、どんだけやっても無理やぞ、これ。どんなやっても無理やな。バニラがちょっと微妙すぎたのと、メアリーも微妙すぎたね。なんで、え、どういう発想なの、サンドラ神って。え？ What？ What？
エクスキューズミーえソフィアもしかしてそれでサンドラ噛んだの嘘エママジ何してんのごめん、エマ何ごめん、意味不明なんだけど、エマ何エマ身内切りしたってことごめん、どういうこと ?10 秒前。エクスキューズミー身内切りしたってことか、エマ。すごくねすごいことになってたんだ。サンドラよくサンドラ抜いたな。クリス噛みよ、クリス噛みよ。よし。はぁ、あ。いや、まさかだな。どこに縄寄せるか、これ。どこに縄寄せるかな。これ、縄寄せる場所難しいね。今、身内切りしたんだ。強振で。無理かな。RPP でいいんじゃない ?RPP でよくない?だってこれ、あれだろ?村はソフィア、トーマス3。まあ、サンドラのが新芽あったっちゃあったからな。エマは、まあ、まあ、いっか。まあ、いっか。まあ、いっか。ランダム髪になってしまった。10秒前。なんでサンドラ髪になって、ランダム髪でサンドラ髪になったってこと?どういうこと?ランダム髪でサンドラ髪になって?いまいちちょっと状況が理解できないな。サンドラなぜ噛んだし、っていうか占い噛めなかったと思うんだよね、ソフィアって。あ、まあ、でもランダム髪したのか。でも、あれでってなったらエマシンってなってて、俺とサンドラ偽コースだから、ソフィア結局守れたのか。だからエマの身内切りに俺は助けられた。まあ俺も身内を切ったから、結局どっち釣ってても勝ってたんじゃない?どっち釣ってても勝ってた説あるかも。あ、どっち釣ってても勝ってたんだこれ。俺とエマの二人の身内切りがフュージョンし合って、どっち釣ってても勝ってた説ある。普通に黒いところに黒出したな。まあ俺釣りでいいやろ。私釣りでもいいよ。あー、エマ入れる?カミングアウト。エマ入れて、私噛めば。はい。あのさ、エマも私も、身内切りしたのか。割と黒でもいっかぐらいの気持ちでソフィアに黒出したわ。いやいやいや、早いや早い。てか俺の釣りの方が早かったけど、まあエマが釣られたいんだったら別にいいでしょ。あんなが呪われだったのかな。なんでフェイに入れてんの。おい、エマがフェイ入れるのちょっと危なく、まあいいのか別に。スーザンとクリスが喧嘩し合って終わったな。喧嘩し合って終わっちゃった、まあ、サンドラ芯抜けてよかったけどさ、危なかったよね。まあでも危なかないのか。いや、あの時サンドラ抜いてエマ抜いてたらどうなってた、まあ、エマ抜いてたら俺とサンドラでロラになってたんじゃないかな。なんか勝てるね。どちらにせよ勝てたね。どちらにせよ勝てたわ。うん、両方とも
身内切りしたから結局エマカミでもサンドラニックドラでソフィアまで縄回らず勝てたから確実に勝てた説ない。なんかどっちでもいけた気がする。なんかどっちでもいける気がする。ソフィア釣りでも、ソフィア相方フェイとかソフィア相方エマとかいくらでも勝ちパターン作れそう。うん、どちらでもいけた気がするな。ジジオッツ。